闇の炎に抱かれてし。はい、どうも、8月から動画投稿頑張りますと言ってる YouTuber 多すぎて逆にやる気失ったと見せかけて、ガンガン動画投稿していこうとしたらネタがそこまで思いつかなかった男、カイトでーす。今日の挨拶は相当ひねくれた挨拶から始まりましたけども、あと現在 Twitter に任天堂 Switch 2台夏休み特別プレゼントキャンペーンしてるんで、詳しくは Twitter を概要欄から飛んで見てやってください。これも日頃見ていただけてるのと高評価をしてくれる視聴者の皆様のおかげなのでありがとうございます。ツッコミ YouTuber でこんなにプレゼント企画する人いないでしょ。僕が一番見てくれる視聴者のことを大事にしてるからだですよね。てことで今回ボケてにツッコミしていきたいと思います。私頑張ってるんで少しでもいいなと感じましたら高評価の方の清き一票よろしくお願いいたします。それではどうぞ。え、プレゼント？もしかして前欲しいって言ってたカバン？カバンね。いや、明らかにこれはカバンじゃないやつ。その一言でプレゼント渡すのめちゃくちゃ気まずくなったわ。やめろよ、そんな純粋な眼差しで俺を見ないで。早いと噂のピザ屋に電話してみたら注文してる最中に届いた。ピザ屋の仕事早すぎもんだ。え、なに、急に怒りの速度で移動できる系の悪魔のみで容疑者なの？仕事するの早いのはいいんだけど、もうその人しかお客さんいないくらいの手際の良さ。美人は3日で飽きる。これブスは3日でなれるでしょう、多分正解は。そんな言われて嬉しくない言葉に正面からあえて向き合い、たまにネタにして毒を持って毒を制すものが僕です。ブスは強火で煮込む。いや、当たり強いな。お前過去にブスになんかされたのかよ。シャメ詐欺くらいだったら許してやれよ。口封じ。このたい焼きが一体何をした？口封じで闇取引か何かを目撃してしまったのかよ。もうお客さんからしたらただのぼったくり。よーし、久しぶりに妻がたい焼き買ってくれたみたいだから食べるか。バカ。おおまけー。よこせよ、よこせよ、渋谷区大型デパートよこせよ、渋谷区大型デパートよこせよ、渋谷区大型デパートよこせよ。ローザ、リア、ナナカ、ヒナノ、みんな名前負けしてるし、ちなみに私の名はキララ。お前が一番名前負けしてるわ。キラキラネームの頂点みたいな名前してるのに現実はそれかい。てか、なんでこんなみんな落ち込んでるの？芝刈り機に踏まれた時はどうなるかと思いましたよ。いや、結構重傷負ってますよ。特に頭の毛根部分が根こそぎ旅立っちゃってますからね。てか、なんでこんな髪の毛スーパーサイズみたいに立ってるの？スカルプ D かなんかやった？嫁がとうとうあなたと同じ空気を吸いたくないと言い出した。旦那さん、マークなんか何かの人を殺める毒でも体内で生成するんか。服装が同じ空気吸いたくないの日常レベルじゃない。完全に戦闘態勢。変な武器持って消毒しようとしてるもんね。僕の高校の同じクラスにする体臭がきつい奴がいて、毎回うみつ消毒でって言われてた思い出が浮かびました。お前、洗ってないリスの匂いがすんだよ。たとえ下手選手権第3位入賞。確かに言いたいことはなんとなくわかる。いや、けど洗ってないリスの匂い嗅いだことあるやつ10人中1人くらいしかいないだろう。そこは野原ひろしみたいな生物を絶滅させる凶悪な一周がしてるとかにしとけよ。応急処置。意識がない人がいたらまず呼吸の有無を確認し、次にいただきます。何してんだよ。そうじゃないだろう。まずは軽いフェザータッチのエンジェルキスから始めるだろう。ああどうも、 R18 系配信者です。僕、羊が羊という安易な設定が嫌なんだ。ああ、これダジャレでキャラの配役決めてたのね。だとしたらちょっと自慢あるわ。しまじろうといえばこういう写真が有名で、お前そこ耳じゃないだろうっていうツッコミを入れたくなるんですが、他にもこういう画像ってたくさんあるんですね。唯一ジワニャンだけは守っていた。お前も違う流れだったやつじゃん。見てるだけで近づいてこない。俺のこと好きなんだろうな、きっと。とんでもなく発想がポジティブ。いや、普通に近づいたら食われますよ、あなた。今すぐ駆逐してください。やる気のないやつは帰れと言ったら見事に全員帰った。めちゃくちゃかわいそう。上司との信頼関係ゼロか。みんなの士気上げるためにやったのに周りドン引きされて帰っちゃったやつ。ホームレスの集落が段ボールだけで発展を遂げた。逆にそのホームレス集落に何があった？発展というレベル超えて進化しとるやんけ。プリキュア並みのメタモルフォーゼ起こしてんじゃん。崖ドン。この世で最も悪な壁ドン。どこにしもびっくりだよ。もうこれ実際されたら、吐き気を催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。許され、あんたは今再び俺の心を裏切った。ステキーフィンガー。あ、ゴシゴシ？あの、電話の受話器じゃないですよ、それ。たわしですよ。お耳というか頭の電波がうまく変えてないようなんで、そちらの方の病院へ行ってください。のび太くんを選んだ君は、どうかしてると思うよ。結婚相手に涼しげな表情で何言ってんだ。やめようよ、その場の雰囲気ぶち壊すような発言。確かこれ結婚前夜とかじゃなかったっけ。この話を知らない人にぜひこの素晴らしい話を知ってほしいんで少しだけ話すんですが、のび太とドラえもんは静香ちゃんの結婚前夜の日に行って透明マントでこっそり様子を伺うんですね。パパ、私お嫁に行くのやめる？私が行っちゃったらパパ寂しくなるでしょ？これまでずっと甘えたりわがまま言ったり、それなのに私の方はパパやママに何もしてあげられなかった。最初の贈り物は君が生まれてきてくれたことだ。贈り物？
私が？そう、数え切れないほどのね。この広い宇宙の片隅に僕の血を受け継いだ生命が今生まれたんだ。そう思うとむやみに感動しちゃって涙が止まらなかったよ。それからの毎日、楽しかった日、満ち足りた日々の思い出こそ君からの最高の贈り物だったんだよ。少しぐらい寂しくても思い出が温めてくれるさ。そんなことを気にかけなくていいんだよ。のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよ。あの青年は人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことができる人だ。それが一番人間にとって大事なことなんだからね。彼なら間違いなく君を幸せにしてくれると僕は信じているよ。のび太は何か特別な才能や優れた見た目とかしていなかったけれども、最も人にとって大切な基本的なことである人の気持ちに共感できることができたんですね。大人になると自分のことで精一杯で、子供の頃より人のことを気にかけている余裕がなくなってしまったり、中には人の幸せを悲しみ人の不幸を喜ぶ人もいることに気づいてしまったり、世の中そんな人ばかりじゃないんだなともう一度見るとすごく心に染みるシーンですね。昔のドラえもんやクレヨンしんちゃんには感動できる部分が多く、今じゃそういうことも知らない子供たちもいると思うので、僕が動画を通して何か少しでも伝えていけたらいいなと感じましたね。イストリゲームが終わらないと思ったら人数分あった。いや、おバカなの？もう終わらないというかゲームが始まりもしないわ。てかこんだけ密集してたら暑苦しいわ。新たに100体のハンターが放出された。もはや逃げ切れるわけがない。凄まじい勢いでテスト用紙持って追っかけてきそうだわ。やめてください、全然嬉しくないんで。100年もかかったが今度こそ成功のようだ。家庭科の授業でようやく針に糸を通せた。かかりすぎだろ。というか時間感覚人とずれすぎだわ。お前家庭科の授業の成績数値を1か。まあ言うと俺も玉止めできなくて友達にやってもらうまでずっと待ってるという永遠に終わりそうにない作業ペースだったけど。いやー、102回目のプロポーズ。プロポーズの仕方がダイナミックワロス。もはやプロポーズじゃないよねこれ。相手悲鳴上げてますけど。すごいな、最近の告白って壁ドンペとかが最新だと思ってたけど、こんな告白の仕方もあるんですね。近所の銭湯が深い。もう深さの度合い、一度入ったら二度と上がってこれないくらい深いわ。溺れた坊ちゃんみたいな気持ちになりたくない。女と飯なう。言い方の問題よ。横多分母ちゃんだよね。めちゃくちゃ見え張るやん。花粉症がひどいと愚痴ってた友人がある意味かなり重症だった。確かに頭が何かしらの花粉症以上の重症な状態だけなのは分かったわ。何がどうしたらこうなった状態だわ。帰り際に店長から二度と来るなと言われたが意味が分からない。ネギ盛りすぎだろ。どんだけネギ好きなんだよ。てかもうネギの量が異常すぎて本来の料理が何か分からない件について。ミュウツー遺伝子ポケモン研究のために遺伝子をどんどん組み替えていた結果、クサ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 。5チャンネルのスレッドのタイトルみたいな書き方しないで。絶対この後失敗しちゃうパターンじゃん。キスだけは本当に好きな人じゃなきゃ嫌。どんな場面だよ。ほぼ欲しいおっさんのやりとり見て誰得よこれ。サファリパーク入園直後、サファリパーク退園後、全員獣フレンズと化してる。あ、まさかの全員サファリパークの住人代わりに抜け出してきた感じだとしたらとんでもない事件だわ。あと普通に運転できてることに一番驚きだわ。ラジオ体操第8。いやもう進化しすぎー。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。
それじゃ次の動画でな。またな。